コロコロコロンコロン、皆さんこんにちは、石川千夏です。石川ワールド、今日はですね、本日からオープンする軽井沢スキー場でスノーボードに挑戦したいと思います。イエイ、自己紹介をお願いします。はい、SAJ スノーボードデモンストレーター杉本貴明こと杉ちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉ちゃんはですね、カービングとかジャンプとか、あとハーフパイプとかね、そういった種類のカービングを専門にしているお方では、本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあね、シーズンインなので怪我なくしないように、しっかりスノーボードのね、乗ってる位置ね、シーズン始めやっぱ重心位置上がりやすいので、しっかり低くしてあげよう。 OK ですか？低い位置でしっかり足元に動かしてあげてください。頭から動くんじゃなくて、足元からしっかり動かして、ゆっくりターンしていきましょう。じゃあいくよ。食べ物はメロン、嫌いな食べ物は太っ切った人参とケンチリナです。はい、長野在住のナミエです。よろしくお願いします。嘘だからな。戸田温泉スキー場にいます、クミです。遊びに来てね。オブセクエストの近くに住んでます、ショートです。よろしくお願いします。貧乏なアルペンボーダー秋田美人のあゆみです。あゆみさんはね、アルペンスノーボードなんです。はい、そうです。どうですか、アルペンスノーボードは？そうですね、まあ、楽しいです。すごく何が楽しいかはちょっと
本当に好きな人のことはどこが好きだかわからないみたいな感じですかね。なるほど、はい、大人の女性にしかわからないですね。俺様な俺様な男、ハイスペック男子。ありがとうございます。今日は楽しかったですか？楽しかったです。はい、 OK です。あとプライベートレッスンとかもやってますので、詳細はあのインスタグラムの方から連絡 DM とかいただければ対応しますので、よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。はい、せーの、石川アルド。ただいま軽井沢アウトレットにおります。あのスノーボードをした帰りに来たので、板とかね、ブーツとか全部持った状態で来たんですけれど、あのここにあるバートンショップで全部購入したよっていう体で歩いてるので、全然恥ずかしくないです。せっかくなのでね、ここでお土産を買ってから帰りたいと思います。